皆さん、こんばんは。私はウィーン。見えてるかしら。赤レンガの方じゃないわよ。違う。大さん橋の方でもないわよ。もちろん海の方でもないわよ。海とは反対の方向のちょっと上を見上げてみて。そう、ここよ。淡い青緑色の冠をかぶった私、見えてるわよね。初めての方もいるかしら。私、ウィーンと申します。私がこの場所に生まれたのは1934年。それ以来かれこれ81年、ここから横浜の夜景を見続けているの。ウィーンっていう名前はこの港に立ち寄った船員たちが名付けてくれたの。いいでしょう。他にキングとジャックと名付けられた建物もいるけれど、私は私の名前を一番気に入っているわ。どうぞ皆さん気軽にウィーンと呼んでくださいね。あら、さーて、本日はスマートイルミネーション横浜2015にようこそいらっしゃいました。横浜の夜景がいつにも増して素敵に彩られるこのアートイベント、私の目の前にある象の鼻パークや横浜大さん橋でもたくさんの作品が輝いてるでしょ。4年前に開催されるようになってから毎年この日を楽しみにしてきたわ。その中でも今年は特に楽しみにしていたの。どうしてって、それはね、今年は私に歌ってほしいってリクエストが来たのよ。あー嬉しい。81年生きてきた中でもこんなに嬉しくて楽しいことはないわね。一緒に歌いたくなったら、船着き場にいるあなたも、テラスの入り口にいるあなたも、みんないつだって一緒に口ずさんでいいのよ。それではまずこの曲から。横浜といえばやっぱりこれですね。ブルーライト横浜。Oh!
とう。グリーンライフ横浜でした。改めまして、こんばんは。私、ウィーンと申します。横浜の海を24時間365日